マクラーレン MP44 はホンダの強力な RA168E エンジンを搭載しており、1988年 F1 シーズンでは16戦中15のレースに勝利している。エンジン、ドライビングポジション、低い重心、そして高度なエアロダイナミクスの組み合わせにより MP44 は圧倒的な強さを誇った。このマシンの残した1シーズン中の勝利数の記録は今でも破られていない。アイルトン・セナとアラン・プロストは1988年シーズンのドライバーズチャンピオンシップを1位と2位で終え、マクラーレン・ホンダチームは2位のフェラーリに対して66ポイントのリードを築いた。641は F190 とも呼ばれ、先代マシンの640と外観が似ている。その開発の労力の多くはいかにエンジンの効率を高く保つかに注がれた。具体的には冷却とエアフローが改善され、それに応じてボディのエアロダイナミクスも調整された。また燃料タンクが大きくなり、トランスミッションも見直された。1990年のフェラーリにとって最大の収穫はアラン・プロストをマクラーレンから獲得したことだった。1990年はプロストとアイルトン・セナが異なるチームで再びワールドチャンピオンの座をめぐって火花を散らすこととなり、2人の有名なライバル争いが最も激化した。その年、プロストの5勝とチームメイトのナイジェル・マンセルの1勝を合わせてチームは合計6勝を獲得し、最終的に両方のチャンピオンシップを2位で終えた。MP45B は1990年シーズンに向けて開発されたマシンで、ボディの耐久性向上、燃料容量の増大、サスペンションの配置の調整、そしてトランスミッションの大幅な修正などが施された。その結果、このマシンは予選で大きな成果を上げて合計12回ものポールポジションを獲得した。しかしアイルトン・セナのライバルであるアラン・プロストの操縦するフェラーリ F190 によって常に接戦を強いられていた。 MP45B の開発はシーズンを通して続いた。エンジンがまず軽量化され、年の後半には最高回転数の引き上げや燃料の調合の改善によりエンジンパワーが強化された。アイルトン・セナはワールドチャンピオンとしてシーズンを終え、再びマクラーレンにコンストラクターズタイトルをもたらした。ジョーダン F1 チームの初代マシンであるジョーダン191は1991年のアメリカグランプリでデビューし、フランス人ドライバーのベルトラン・ガショーにより10位となった。 V8 エンジンのフォード HBA4 を搭載しており、駆け出しのチームに16レースのシーズンで合計13ポイントと最高位4位をもたらした。エディ・ジョーダンのチームにとって華々しいデビューシーズンとなり、シーズンの残り6レースでシートが開くと、才能ある若きドイツ人選手、あのミハエル・シューマッハの F1 デビューにつながった。ジョーダンチームで走った唯一のレース、ベルギーグランプリで、シューマッハはチームの予選最高位である7位を達成したが、決勝ではクラッチの故障により1周目で途中リタイアした。マクラーレン MP46 はマクラーレンの F1 マシンとしては初めて V12 エンジンを搭載していた。パワープラントは前年のシーズンのものと比べて大幅に重かったが、マシンの他の部位で重量を徹底的に削減し、最終的な重量は例年と近いものになった。改良を重ねるウィリアムズ FW14 ルノーと激しい競争を繰り返したが、マクラーレンは辛くもコンストラクターズタイトルを手にし、アイルトン・セナはドライバーズ部門で1位に輝いた。FW14B は1991年の FW14 の進化系で、1992年の南アフリカグランプリでレースデビューした。1992年シーズンの開幕5レースで勝利を収め、
FW14B は1年を通してその優秀さを見せつけた。パフォーマンスを支えたのはシーズン前に入念なテストが行われて搭載されたアクティブサスペンションである。ナイジェル・マンセルはこのマシンに乗ってレース9勝という記録を叩き出し、堂々と悲願のドライバーズチャンピオンシップを獲得した。リカルド・パトレーゼも優勝1回を含む多くの表彰台獲得を果たしてチームをコンストラクターズチャンピオンシップ優勝に導き、エンジンサプライヤーのルノーにとっては F1 で初のタイトル獲得となった。1994年シーズンのためにロリー・バーンが設計したベネトン B194 は、前年顕著だった電子制御のドライバーエイドが禁止となった新テクニカルレギュレーションに対して非常に適応力の高いマシンだった。コスワースに製作された V8 エンジンのフォード・ゼテック R エンジンは B194 には制御が難しかったようで、シーズンを通して走った JJ レート、ヨス・フェルスタッペン、ジョニー・ハーバートのうち表彰台に届いたのはフェルスタッペンだけであった。しかしドイツ人の名ドライバーミハエル・シューマッハの手にかかった B194 はシーズン中16レースで8勝を挙げた。1994年のドライバーズチャンピオンシップはシューマッハと彼のライバルのデイモン・ヒルの衝突が物議を醸す中、シューマッハの勝利で終わりを迎えた。ベネトン B195 は前年ミハエル・シューマッハをドライバーズチャンピオンに押し上げた B194 の進化系であり、エンジンは V10 エンジンのルノー RS7 に変更されている。ドライバーのミハエル・シューマッハとジョニー・ハーバートはマシンのバランスと安定性に不満を抱いていたものの、このマシンはチャンピオンシップにおける最大のライバルウィリアムズと戦えるスピードを持ち合わせていた。B195 は17レースのシーズンを優勝11回、ポールポジション獲得4回、ファステストラップ8回で終え、ベネトンチームに唯一のコンストラクターズチャンピオンシップ獲得をもたらした。FW18 は1996年のオーストラリアグランプリでレースデビューを果たした。1996年シーズンの新しいテクニカルレギュレーションの影響で変わった形のコックピットエリアを持つ FW18 だったが、マシン設計者たちの発展的アプローチにより先代マシンの FW17 と明らかに似た外観に仕上がっている。デイモン・ヒルに加え、チームには1995年のインディカーチャンピオン、カナダ出身のジャック・ビルヌーブが加わった。この2人のドライバーで16レース中12勝を達成してシーズンを独占。8月半ばには両方のチャンピオンシップでライバルたちを手が届かないところまで引き離した。1996年がウィリアムズチームにとって最も成績のいいシーズンとなった。1998年の新しいテクニカルレギュレーションはコーナリングの速度を落とすことで安全性を高めることを目的としていた。これによってマシンはより細身になり、全体的にグリップ力を下げるために4つのタイヤ全てに溝が入れられた。1998年の選手権の大部分は MP4-13 が圧勝したが、これにはエアロダイナミクスとシャーシの効率的なデザイン、サスペンションの構成、そして強力かつ信頼性の高かったメルセデス・ベンツの V10 エンジンなどが貢献していた。このマシンでミカ・ハッキネンがドライバーズチャンピオンシップで優勝し、マクラーレンは23ポイント差をつけてコンストラクターズ部門のタイトルを獲得した。フェラーリ F1-2000 はミハエル・シューマッハを3度目のドライバーズチャンピオンに輝かせた伝説的マシンである。彼にとってフェラーリでの初タイトル獲得でもあり、このイタリアメーカーの2000年代初めから半ばにかけての全盛期の幕開けとなった。先代マシン F399 の直径でエアロダイナミクスの改善や新しい V10 エンジン、
フェラーリティーポ049の広い V 字による低重心化などが見られた。 F1 2000 はシーズンの17レース中13レースで1位または2位フィニッシュを決め、完走したレースでポイントを逃すことはなかった。ウィリアムズ FW25 は前年優勝した FW24 から革新的な変化を遂げている。 FW24 は基本的には優れたスピード性能を有していたものの、安定感に欠けていたため、新しいマシンはこの問題の解決に焦点を当てて作られた。ミュンヘン拠点のエンジンパートナー BMW から供給を受けた最新の V10 エンジン P83 は、 BMW がまたもや生み出した F1 のグリッド上で最も強力なエンジンであった。モナコの市街地コースでファン・パブロ・モントーヤが収めた見事な勝利が、そのシーズンのチームの強さを物語った。ヨーロッパグランプリ、フランスグランプリ、ドイツグランプリでも勝利を重ね、ウィリアムズ F1 チームはコンストラクターズワールドチャンピオンシップで2位に輝いた。F2004 は F2003GA をベースに様々な変更が施されたもので、新しい丈夫なギアボックス、より低い重心、改良されたリアウイング、そしてタイヤの寿命を伸ばすために再設計されたリアサスペンションを備えている。そのシーズンの新規定により、エンジンは週末を通して1機を使い続けなければならなかったため、寿命と信頼性を重視した新エンジンが採用されたが、フェラーリはそれと同時に旧型の051より強力であることを追求した。その成果は驚異的で、ドライバーたちはワンシーズンで15回もの勝利を獲得。そのうち13勝はミハエル・シューマッハ1人によるもので、彼はワールドチャンピオンシップで圧倒的な勝利を収め、スクーデリア・フェラーリを2004年のコンストラクターズチャンピオンシップ獲得に導いた。2005年シーズンに栄光を手にしたルノーは、その優秀なマシンをベースに R26 という新たなマシンを開発した。エアロダイナミクスの変更が加えられ、エンジンも新しい規定によって以前の V10 よりも小型で力の劣る V8 エンジンに切り替えられた。またルノーはこの年に7速トランスミッションを初めて使用した。これは恐ろしく強力だった V10 と比べ、トルクの少ない新しい V8 エンジンの力を最大限に引き出すのに適していた。さらに R26 はマスダンパー技術を採用し、コーナリングや縁石に乗り上げた際、あるいはコースの起伏を超える際のフロントの安定性を高めた。この安定性向上はマシンの空力効率を高め、大きな功を奏した。しかし2006年シーズンが進むと、このシステムは FIA によりレギュレーション違反とされ、取り除くことを余儀なくされた。それでもルノーはコンストラクターズチャンピオンシップを獲得し、ドライバーのフェルナンド・アロンソもドライバーズ部門で優勝した。フェラーリはこのマシンの先代である248F1 に多くの変更を加えている。空力効率を向上するためにホイールベースが延長されて、ノーズが長くなり、細くなったマシン後部はトランスミッションハウジングを包むように成形された。ドラッグを減らすためにボディとフロントサスペンションも修正された。広告規則に適用するため、 F2007 にはシーズン中に複数のデカールが使用された。それに加え、モナコグランプリからはより深みのある赤色が使用された。キミ・ライコネンは F2007 に乗って初のワールドチャンピオンシップ優勝を果たし、スクーデリア・フェラーリも同シーズンのコンストラクターズチャンピオンになっている。MP423 は先代マシンに対し、ホイールベースの延長、ボディのエアロ関連パーツの改善、新設計のリアウィングの採用といった変更を加えている。
マクラーレンは1年を通してサーキットごとに様々な空力構成を試し、シーズン後半は一つのプラットフォームに落ち着いた。2008年のコンストラクターズチャンピオンシップをマクラーレンは2位で終えたが、ドライバーズ部門のタイトルはルイス・ハミルトンがブラジルグランプリで劇的な最終対決を制し、当時の史上最年少のタイトル獲得者となった。BGP001 の設計は当初ホンダレーシングの下で行われていたが、2008年のホンダの F1 撤退を受けてブラウングランプリを設立したロス・ブラウンに引き継がれた。2009年シーズンはメルセデスとパートナーシップを結び、 V8 自然吸気エンジンの供給を受けた。そのシーズンは主にフロントウィングとリアウィングのエアロダイナミクスに関する新しいテクニカルレギュレーションが導入された。それに反応して BGP001 やその他のマシンが先駆けて採用した他の有名なダブルディフューザーは、レギュレーションの抜け穴を利用したものとして他チームから FIA への苦情が続出した。しかしダブルディフューザーは後に合法と判定されて正式に使用が認められた。 BGP001 は2009年シーズン前半はかなり好調だったものの、終わりにかけて他チームが追い上げを始めた。それでもブラウングランプリは難なくコンストラクターズチャンピオンシップで優勝し、ジェンソン・バトンが最終戦を待たずしてドライバーズ部門のタイトル獲得を確定させた。2010年シーズンはレギュレーションでレース中の給油が禁止となり、レース戦略、タイヤマネージメント、そして当然マシンの設計にも多大な影響が出た。レース開始時に 105kg の燃料を積むことになり、フェラーリ F10 にはいろんな箇所の再設計が必要とされた。大きくなった燃料タンクに合わせて長くなったホイールベースとブレーキングシステムが主な変更点である。フェラーリは2010年シーズンにフェルナンド・アロンソ一人の手により故障し、コンストラクターズ部門でマクラーレン・メルセデスとレッドブル・ルノーに続き最終順位3位となった。MP425 は先代の MP424 に改良が加えられたもので、その中でも刷新された空力特性は他のチームの間で物議を醸した。ドライバーがマシンのノーズ部の吸気口から取り入れた空気をコックピット経由で流してリアウィングをストールさせることができたのだ。これによって空気抵抗が軽減され、最高速度を伸ばすことが可能になった。このシステムはシーズンの第1レースの前に FIA に適正であるとみなされた。この変更と1年を通して加えられていったその他の改良点により、ジェンソン・バトンとルイス・ハミルトンは合計5勝を挙げたものの、マクラーレンのコンストラクターズチャンピオンシップ獲得には足りず、レッドブル・ルノーに続き2位となった。RB6 は非常に大きな成功を収めた RB5 の進化系である。燃料タンクが拡大され、ブレーキの冷却効率が上がり、2段式のディフューザー、そして引き続きルノーから提供された高性能エンジンを搭載している。これらの点以外は RB5 と非常に似ており、 RB5 が当時いかに抜きんでたマシンであったかを物語っている。セバスチャン・ベッテルは毎度自分の乗るマシンに名前を付けているが、 RB6 はラシャス・リズと名付けた。そしてシーズン後半に新しいシャーシが必要となった時には、新たなマシンをランディ・マンディと名付けている。シーズンを通してレッドブルチームは予選で15回ポールポジションを獲得しており、マシンとドライバーの優秀さが顕著であった。そのシーズン、セバスチャン・ベッテルはドライバーズワールドチャンピオンシップを獲得し、レッドブルはコンストラクターズタイトルを獲得した。